ハロー YouTube、 こんにちは、相川です。今日はセブンの新作の東京赤坂トップス監修チョコレートケーキ、これアイスクリームになりますけども、こちらレビューしてみたいと思います。赤坂トップスってあまり聞いたことないかもしれないんですけど、まあ、チョコレートケーキの名店ですね。ちょっと食べてみたいと思います。チョコレートケーキのアイスということで、結構カロリー高めの甘いのを想像してしまうんですけど、お、外観こんな感じですね。外観はこんな感じ。パルム知ってるかと思います。ドンキホーテとかで売ってるアイスクリームあると思うんですけど、あれに外観はなんとなく似てますね。ただ作りはですね、なんか武骨な感じです。パルムのように洗練された丸さじゃなくて、こちらは何かこうゴツゴツしたような、そんな感じですね。香りはすごい、チョコレートケーキの甘い匂いがします。それじゃあ食べてみます。あ、こんな感じ。あ、チョコレートケーキですね、まさしく。それほどきつい甘さじゃなくてね、上品な甘さですね、これね。美味しいね。一口目こんな感じで、あ、なんかね、ナッツも入ってますね。ナッツが入っててアクセントになって、あ、確かにこれ冷たいチョコレートケーキ食べてるみたいな感覚、美味しいですね。これセブン限定で売ってるので、よかったら食べてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。もちろんこれ最後まで食べますんでね。